い、どうも、レイジです。今日はですね、陸上選手には実はこんな仕事があるんだよ。面白バイト参戦。久しぶりのこういうトークテーマに沿って話す動画なんですけど、まあ、陸上選手ってね、表向きには、レースに出るっていうのがね、仕事だと思うんですよ。まあ、実業団選手は会社から給料が出てると思うんですけど、サラリーマンですかね。そうですね。数は少ないですけど、プロだったりとか、市民ランナーでも、フリーでやってられる方とかに、普段どういう仕事してるのかなとか、僕もよく聞かれるんですよ。YouTube だけなのかとか、他にもいろいろ仕事してるのかって聞かれるんですけど、フリーのランナーさんとかが、たまにやってる、長距離の陸上選手だからこそできる、面白い仕事っていうのがね、いくつか存在するんですよ。表には出てない。こんなのが実は裏であるんですよっていうのがあって、バイトという表現がね、正しいかどうかってわかんないんですけど、でもそんなもんですよね。ほぼそうですよ。そうですね。単発でそういうのがあるよっていうのをですね。ずっとそれが仕事あり続けるわけないですか？そうですね。はい、依頼が来たらこんなのもありますよっていうのをね、ちょっと軽く紹介していこうかなっていうふうに思います。で、ここは3つあります。まず一つ目はですね、ルベルからお話しいただきたいということで。ルベル、一つ目、話してもらいたいなっていうのがそうですね。学生の時なんですけど、これこそアルバイトですね。学生バイトですね。企業さんの、なんか新しくできた栄養キットの、治験じゃないけど、試しでやってみてくださいみたいな感じで、それはなんか、尿で栄養素がわかるんです。自分に合った足りてない栄養素を補給しましょうみたいなアプリで送ってくれるんですよ。とか大学のに行って MRI で体調べられたり、それも血液取ったり尿を取ったりとかですね。ああ実験っすね。それは論文とかになるんじゃないですか。実験。そうです。走ったりもありますよね。走ったりあります。乳酸値取ったりとか。そうそうそう、はいはいはい。実験系ですね。そうです。学生の時は、確かに僕もやったことないですけど、聞いたことあります。でもそれもちょっとお金もらえるんで。それはちゃんと入ってきたんですか？もちろん。結構遅くはなりましたけど、クオカードとかアマゾンギフト券とかじゃなくて、ちゃんと現金で。学生にもらえると。あ、そうです。うちはね、選手に還元されるシステムはあんまなかったですね。そうなんです。例えば僕がやったことあるのだと、これ結構あるあるだと思うんですけど、受験監督。監督というか、受験補佐。はいはいはい。東海大学の入試の実技があるじゃないですか。はい。実技ね。はいはいはい。陸上競技。なるほどね。の、陸上競技場に行って、お手伝いをしたりやったりとか、大会の、運営とか東海の人やってるから、そうですね。それの派生じゃないですか。はい、一緒です。ちょっとこれはいやらしい話。一般の学生だったりとか、他の部とかでは、その手伝ってくれた人に直接還元されてますよみたいなのは聞いたことあるんです。はい、ただ、陸上の長距離に関しては、もう部費にいっちゃうと。それが、例えば僕だと、合宿費に、巡り巡ってね、当てられてる。直接じゃないけど、間接的にね。はいはい、もちろん、監督とかコーチのポケットマネーではないです。部費としてプールしてるそれやばいことなんで、結果的には帰ってきてるので、別に僕はいいかなと思うんですけど、はいはい、これこそ本当にバイトって感じですね。確かに学生バイトね、あったあった。でもこれも一応選手やからというか、アスリート向けの長距離の数値が欲しい。そう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 。だからこそできる。あるいはね、アスリートのさ、サプリメントとかにもあります。何パーセントかその治験バイトが学生とかがやってると。ランショットは僕たちが開発してますから。あ、そっかそっかそっか。味とかね、味飲んでエナジードリンク行ったんですけどね、出来上がったら全然違うじゃん。全然違う。もっと毒々しくしてくれて、体に悪そうなやつにしてくれって言ったんですけど。ごっつ爽やかで。ヒトラス。そう、すっきりしちゃう。というところで、はい、一つ目以上でした。ありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。じゃあ、後ろって、後ろ。寂しい。じゃあ、二つ目ですね。二つ目はですね、ペースメーカーです。これ大会のペースメーカーとかよくあるじゃないですか。ああ、はいはい。じゃなくて、練習。あ、練習？実業団チーム。これ僕も、実際やったりしてるんですけど、僕はですね、女子。あ、やばい、そうっすね。いやいや、今バグった。いった女子って言った瞬間、ああ、ちょっと感動してしまった。女子みたいになっちゃった。僕は結構女子のフェイスメーカーさんとか、監督さんとかが結構僕知り合いとかで、ちょっとうちの練習引っ張ってよみたいな、言ってるっていうのがあるんですけど。それって専属ではないですよね。専属ではないです。一応、ほとんど一つのとことかしか行かないんですけど、なんか会社と、その陸上部に名前が入ってるとか、ランニングコーチに名前が入ってるとかではなくて、本当に練習の時だけ行くみたいな。でも、ちゃんとお金はね、会社のところからいただいてるっていう形のはあります。でも専属の人もいますよね。います。はい。例えば僕の知り合いだと、高校から山梨学院大学行って走ってた井上ってやつがいるんですよ。はい、でそいつはダイソー、はいはい、岩本監督って世羅高校の監督がダイソーの女子陸上部に入ったんですよ。監督になったんですよ。ダイソーのランニングコーチとして、はい、完全にだからダイソーの社員ですよね。やってる感じです。僕はフリーでやって練習だけやってるだけなんで関係ないですけど、
なんかそういう専属の人は仕事もしてる可能性ありますよね。そうですね。こういうのは僕以外にもいっぱいいます、うん、だって学生でもおるよ。あります。城西大学うちもなんちょくちょくその女子の引っ張りとかありますね、うん、僕も学生の時松田瑞希さんの引っ張りをあの合宿に帯同みたいな話は、うん、まあ、僕だけじゃなくて東海大学の学生に来たことあるんですけど、はい、まあ、あの行ってはないんですけどね。だから最近レースでも女子の引っ張り男子が、まあ、それはでも大会によりますよ。そうそう、出ていい大会によりますよね、はいはい、まあ、ただその練習とか合宿態度とかっていうのも実はそのフリーの陸上選手には話は転がってきます。そうね、やっぱ実業団選手並みの力がないと女子の引っ張りはできないわけです、はい、女子早いですよシンプルに。だって僕だってその女子の実業団引っ張りしてる時ケニア人引っ張ってますから15分ちょっととかで行くわけじゃないですか全然やりますよ、うん、だから女子でお互いにこう切磋琢磨できなくなってるってことですよね。結構レベルがさ、まあ、開きすぎちゃって一人じゃ追い込めないから男に頼むってことですね。そうですそうです。これは結構あります、まあ、大会のペーサーとかね皆さん見たことあると思います。男子の選手だったらケニア人の選手がこうバーッと東京マラソンとかね、そうそう引っ張って、はい、あれもねやっぱ1キロごとに賞金とかありますからね。あ、そうなんですか。報酬が設定されてたりするんですよ。え、例えば30キロまで引っ張りますだと、はい、1キロごとにちゃんとペースクリアしていったら1万とか、うん、仮にですけど、え、じゃあ途中でやめちゃったらだからそこまで、えぇ、なんか例えばやけど 5000m を15分で行ってくださいっていう設定やとするやんか、はい、そしたらさ最初の1キロとかさちょっと2分51人とかで減っちゃうやん、うん、あれやん、まだわかんないからね。そう、そしたらさそのまま流れていけばいいのにちょっと1回わざと落としたりするのペーサー、はいはいはい、え、なんでそんな落とすんみたいな、また上げるみたいな、結構デコボコしますよね。そうそうそう、2分51行って行ったらもう3分でいいのに、うん、なんか3分12回落としてまた3分に上げたりとかさ、うん、あれはキロごととかにそれで設定があるんですよ、はいはい、だから合わせに行っちゃうんですよあいつらお金しか見て、いやでもそれ知らないじゃん、はい、そうかそうか、仕事っすからね。そうなんですよね。だからあのシステムは、まあ、最近はどうなのか分かんないですけど、でもあれですよね、日本記録とか世界記録大会記録とか出たらまたさらにプラスであるんですよね、まあ、はい、あると思います。でももちろん大会には寄っちゃうんですけど、はい、日本最高峰の大会とかだったらあったはずなんで、うん、まあ、ただこういうフリーの人でもね、女子とかちょっとしたそういうのだったらあると、まあ、あと市民大会とかも最近増えてきたじゃないですか、はい、草レースみたいなのあるやつか、うん、まあ、僕らも大会やってますよね、トリガーだったらペーサーとか、うん、ゲストに呼びまして、はい、ああいうのもまあまあちょっとね本当に日当ぐらいですよ。そうですね、イベントのゲストみたいな、いやもう日当日当、はい、そんな普通に1万から3万とかでしょ相場、そんな5万も10万ももらう気ではないですよ。3万でも高い方じゃないですか3万でも高い、まあ、そのインフルエンサーとかなってくると3万ぐらいからになってきますけど、解説とかもやってくる、実況解説とかやってくるからね、逆呼べる人だとね、ただのペースあったら本当1万円です。それが結構普通です、うん、で最後1面線、テレビ番組とかの制作の裏側に関する仕事で、うん、はい、まあ、僕がやったことあるのはシミュレーションです。シミュレーション、話せる場所まで話しますけど、うん、とある、まあ、バラエティ番組のアスリート対芸能人、はいはい、ありますよね、よく、うん、もう分かったでこれって何秒差かなんかですか、ハンデつけますね、ハンデつけます。例えば芸能人にちゃんとした自己ベストがあったり、うん、トラックの自己ベストがあったりしたら秒差で、はい、そのアスリートとどれぐらいの差でスタートすればいいか分かるじゃないですか。そうですね。でもこのコースは上りがきついです、うん、ものすごい上りがきついです、2キロです、3キロです、分かるんですよアスリートの方はなんとなく分かるよ、はい、大体こんぐらいでいけるでしょみたいな、でも芸能人の方は分かんないじゃん、分かんないですね。だからこのコースで実際にカメラワークだったりとかも含めて、うん、どれぐらいの差でスタートすれば一番面白い展開になるのかっていうのを一回シミュレーションでやっとかないといけないわけですよ。そうね、そうね。でここで芸能人役です。芸能人役っていうのは、はい、まあ、正直4分とかで走る方もいるわけですよ、うん、1キロヘロヘロになる方もいますよね、うん、だからある程度スタッフだったりとかちょっとした陸上かじってるような経験者の人でもできるんですよ、うん、はい、ただこのアスリート役かなりのペースでいかないと、それハンデを決定するためにはちゃんとしたペースね、うん、でそれを何本も何本もやるわけです、はいはい、そういう時にたまに呼ばれたり、これは僕もやったことあるんですけど、はいはい、僕以外の分かるでしょ、想定できるでしょ、うん、ランニングインフルエンサーというか、うん、フリーで速い人は結構やったことあるって聞きました僕は、まあ、テレビ番組普通にリハとか、うんうん、AD さんがなんかプラカードかけて名前書いてやるじゃないですか、そうそうそう、まあ僕はそんなんではやってないんですけど、はい、ただ同じようなことです。でも走れないからね、そうです、AD さんは、そうなんですですよね、そうです、やっぱこれも急なんですよ、はいはい、明日来てくれとかあるわけですよ、そんな地元のふっかるの友達みたいな呼ばれ方するやん。たまたまね開けれたんで、うん、僕の場合ってその仕事がね、その基本的に勤務とかないじゃないですか、全ての仕事をネットで完結したりとか、はい、自分のペースでできるんで、まあ別に開けたら開けれるんで、結構面白かった面白かったんですけど、なんか他にも僕がそこで聞いたのはオールスター感謝祭、このドラマの、はいはい、ちょっと陸上シーン、はいはいはい、のスタートとかゴールの、うん、わーっていうエキストラ、はいはいはい、なんかそのエキストラの裏話聞いたけど、はい、10何人ぐらいかな、まあ分からないけど大勢呼ばれるじゃないですか、うん、その他大勢、
その中からフォームが綺麗な子とか、うん、速そうな子はちょっと映る前とか抜擢されるらしいです。そこでなんかオーディションみたいなあるね。そこで決めるらしい、君なんか速そうやしとか、うん、それは陸上経験者が決めるわけじゃないですよね。プロデューサーさんが、プロデューサーさんが決めるわけ、そう分かるんかな。まあ美しさじゃないですか。あ、なるほどね。まあ顔もあると思いますよ、だって学生役やのさ、うん、おじさんすごいつけ顔のさ、めっちゃひげ生えてる、そうそうそう、横内さんみたいな止まるじゃないですか。以上3つがですね、陸上裏仕事、まあ世間的に知られてないだろうという話をしました。そうですね、まあ、別にでもこれは3つとも報酬がいいってわけではない。そうですね、だからそれだけで稼いでいくっていうことではないですか、うんうん、まあなんか暇つぶしに、うん、いいよみたいなのがほとんどですね、うん、まあ、テレビとは言えね、うん、そうそうそう、ただの裏方なんで派遣バイトもね、うん、ちょっと毛が生えたぐらいの、まあ、だから結構ね皆さんね、普段何してるんやろと思ってるような人もいると思うんですよ、うん、まあもちろん僕以外の人もね、たくさんこういうのやってる人もいるんで、僕だけの話じゃないですけど、これなんか実業団選手だったりとか、うん、会社員やってるとなかなか知らないというか、できないですもんね。そうです、存在も気づかないような仕事だと思うんで、まあよくね普段何してんのとかも聞かれるんで、まあ別にこんなもん1回数に 1,2 回しかしないんですけどこんなもんあるよあるよっていう話でした。はい、ありがとうございました。